守りたい信州の財産、今回は光学レンズです。創業71年、飯田市の夏目光学です。戦後間もなくからレンズ作りを続け、現在製品は半導体関連、宇宙開発と幅広い分野で使われています。レンズの多くは特殊な形状や用途のもの。製造に使う機器を創業当時から積極的に独自開発してきました。世の中にないから、まあ、とにかく自分たちで頭を使ってしのぎを削ってやるというのがもう私たちの癖で、まあ、創業者がよく言っていたのはレンズっていうのは頭を練ると、練る頭でレンズだって、こう、まあ、よくこういうことを言ったもんですから、それをまあ基本に私たちはまあやってきているということですね。最先端の設備を揃えることに加え、工夫を重ねて加工技術、計測技術を高めることで世界最高レベルの品質を維持しています。自社製レンズを MF レンズと呼びます。 M にはマルチ、 F にはフォーム、フィールド、ファンクション、フューチャー、フォーチュンの意味が込められています。特殊な形のレンズ製造で問われるのは磨く技術です。気球面形状や磁極面形状になってきますと、部分的にこう磨かなければいけない技術になってきます。そういった技術が世の中でもまだまだ難しいとされているんですが、まあ、そういったところの技術開発を行っていく上で、世の中にないレンズを作っていったり、またその量産性を高めたりと、そういったところに日々開発を行っております。光を操るレンズは光通信が支える次世代超高速通信時代に向けて重要性を高めています。この人工知能やいろんなものが世の中に使われていく波の中にきちんと乗っていける努力と人材確保、育成、そういったことができれば、まさに光の明るいところは待っているというふうに感じています。今後ますます発展する光の分野にレンズを通して貢献する技術を磨き続けます。